こんばんばは、で,えるです。今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは「JAL 分かりやすく」です JAL といえば国際線国際線の便数旅客数ともに日本一位の企業ですでは JAL 国際線の状況はどうなっているのでしょうか明らかに回復傾向です。よって、JAL の国際線、見通しとしては、1年平均で45%、2023年3月時点で65%まで回復する見通しを出しています。では、全世界的な旅客輸送の予測はというと、今年2022年は、 コロナ前の約9割まで回復そして来年2023年はコロナ前を超えるしかも再来年以降は年3.9%ずつ福利で増えていく見通しになっています全世界的な旅客需要の回復を見込んで日本国の政府は日本への観光客をコロナ前2019年実績3200万人から2030年目標として 6000万人を設定しています目標達成のために受け入れの準備もしています例えば2029年完成予定で成田空港の第3ターミナルを拡張成田空港1つで年900万人から1500万人に今までの1.7倍を受け入れる準備を始めています合わせて国の計画に合わせるように JAL も ジャルビジョン2030を発表。2025年にコロナ前の水準まで利益を回復。その後、過去最高益を更新し続けるというビジョンを発表しています。明日の空へ日本の翼、ジャル。ということで、今回は、ジャルをわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。 あ